父親フリードリヒ・ブレンデルはこの町にいる。しかし今オーストリアはナチの手によって完全に制圧されていた。ジュディは危険を承知の上で再びスイスとの国境を越え、父のいるオーストリアの町へと戻る決意を固めていた。獲物がまた網にかかったな。どうします？一気に踏み込んで捕まえますか？焦るな。このまま待っていれば我々に歯向かう連中が次々とやってきてくれる。全員集まったところで握りつぶせばいい。ジュディ待てよ。大丈夫ですか？まったくしょうがないな。無理もない。6年ぶりに父親に会えるんだ。これでジュディの記憶の糸がほぐれてくれればいいんだけど。いや、もう少し待て。どうした？この小娘、レオンハルト・アッシェンバッハ、なぜ奴らがこんなところに？こいつは思わぬ広いものだな。どなたかな？私、ジュディ。いえ、アリシア・ブレンデルと言います。お父さんがこちらで。お、フリードリヒの娘さんか。はい。ロバート君から連絡は受けているよ。だけど、まだフリードリヒには黙っている。行って驚かせてやるといい。あいつ、飛び上がるぞ。あれは？彼らはナチに抵抗する同志たちだ。ナチに抵抗する同志。今日は秘密の集まりがあるんだ。ナチもまさかこの療養所が集会に使われているとは思うまい。まだナチに抵抗しようとしている人たちは大勢いるんですね。さあ、そこですよ。気持ちを落ち着けて。誰だい？そこにいるのは。わからない、わからないわ。アルペンローゼ、アルペンローゼ。お、このオウムは、まさか。アリシア。大丈夫。軽いショックを受けただけですよ。ブレンデルさん、彼女は6年前から過去の記憶を一切なくしているんです。記憶を？君は？レオンハルト・アッシェンバッハです。君がアリシアをここまで連れてきてくれたのか？いえ、ランディです。ランディ、ランディ、どうもありがとう。娘に代わって礼を言うよ。いえ、
あなたに会える日がどんなに待ち遠しかったか。本当にここまで来るのは大変な旅でした。アリシア、大丈夫ですか？顔色が良くないですよ。平気平気。アリシア、お前の記憶を奪ったのはやはりあの事故だったのか。私たちはナチの魔の手から逃れるためスイスへ亡命しようとしていた。だがアルプス上空に差し掛かった時に突然飛行機が故障したのだ。パラシュートはどれもズタズタに切られていた。その中に一つだけ使えるものが残っていた。おそらく事故そのものがナチによって仕組まれた罠だったのだ。私はその一つのパラシュートに妻エレーヌと娘アリシアの命を託したのだ。どうか無事でいてくれと。それからのことは私もよく覚えていない。激しいショックを感じ気がついた時にはフランス国境近くの病院のベッドに寝ていた。何ヶ月もの間ね。フリードリヒ、あんまり思い詰めない方がいい。すまない。やっと娘さんに会えたんだ。積もる話もあるだろう。私はここで失礼するよ。何かあったら呼んでくれ。ありがとう。レオン、君は覚えているだろうか。君のご両親と私たちは当時迫ってきていたナチの黒い影に抵抗すべく対策を練ろうとある家に集まっていた。ちょうど今夜のように。君はまだ幼かったがすでに素晴らしい曲を作っていた。私たちはその曲をナチに抵抗する歌にしようと決めた。アルペンローゼの歌ですね。君はみんなの前で曲を奏でていた。あの時、そう、あの時ナチの親衛隊が襲ってきさえしなければ、今頃はこのオーストリアはナチに占領などされていなかったかもしれないのだ。励ましてくれる人がいたから、とっても優しい人がいたから、辛くはなかったわ。ランディが好きなんだね。お前も恋をする年頃になったんだな。早いものだ。これでエレーヌがいてくれたらな。お母さん、今どこにいるの？エレーヌとはもうずっと会っていない。生きてるのね。なのに、どうして、どうして。エレーヌはスイスの実家だ。私はエレーヌの家族には嫌われているんでね。私はお母さんに大怪我をさせてしまった。だからお前のおじいさんは私を憎んでいるのだ。様子を聞くことも許してくれない。そんなのおかしいわ。愛し合ってるのに会えないなんて。アリシア、覚えているかい？昔よくお父さんとワルツを踊ったね。私とお母さんが踊っているとお前は私も踊るってよく拗ねたものだ。私は背伸びをして、その人は背をかがめて、あれはやっぱりお父さんと踊ったワルツ。お前と踊る私を見てね、みんなが羨ましがったものさ。そんな。お嬢さんに会えたことがせめてもの。あれほど起き上がれるとは奇跡としか。なぜ、なぜなんだ。せっかく会えたっていうのに。あ、軍人だ。何？ナチが奇襲をかけてきた。レオ、このままでは奴らに。レオ、手を貸してくれ。
向こうだ。逃げろ、みんな逃げるぞ。サンディ、サンディ、フランさん、お父さんお願い。アリシア、お、しっかりしてください。アリシア。確かに女の声がした。おう、ランディ止まれ。記憶をお父さんと初めて呼んでくれた。アリシア、ええ、ここにいても危険だ。逃げ道がある。ランディが、彼ならきっと生きている。今までもそうだったじゃないか。信じるんだ。神様、ランディをお守りください。お前は、アッシェンバッハ、わざわざオーストリアへ捕まりに戻ってくるとは。そしてそこの小娘、貴様にもこの前の礼をさせてもらおう。お前たちはここで死んでもらう。娘に指一本でも触れたら許さんぞ。何？
チャオ。ランディ。ランディ。なかなかやるな、ランディ。いや、所詮一時的に救われただけだ。周りは完全に包囲されてます。とりあえずあそこに。これはここなら奴らも感づくまい。こっちも熊田さん、早く。床や壁も徹底的に調べろ。抜け道があるかもしれん。なんでこんな無茶苦茶なことが許されるんだ。心配するな、いつまでもこんな時代は続かん。朝になれば奴らは立ち去るだろう。アリシア、さあゆっくりお休み。くそ、またしてもアシンバカの奴。まだ東京へ逃げていないはずだ。おい、オーダー、必ず引っ捕らえてやるぞ、アッシェンバッカアリシアを頼む。え、お父さん、しっかりして。はは、アルペンローゼ、アルペンローゼ、悲しみの花よ。変わらず君を愛していると。この手に自由の剣を持てか。伝えてくれ、アリシア、この歌を祖国の人々に、そしてエレーヌに。お母さんに。そうだ、いつまでも愛していると。何言ってるの、お父さん。一緒に会いに行くんでしょ。アリシア、すまない。私はもう救いに行けない。